では続いて金融資産運用の問題に移りましょう。まずは債券の問題なんですが、債券の信用リスクが高まると、債券の格付けはどうなりますかまた、債券の利回りはどう変化しますかという問題です。信用リスクというのは、債券というのは株式会社にお金を貸すような金融商品なんですけれども、お金を貸した先の会社が、 ちゃんととお金を返してくれるのかかどうかといういリスクなんですなので、このリスクが高くなるということは、もしかしたらお金を返してくれないかもしれないという事態になるんだと思ってください。そうなると、当然、債権の格付けは低くなりますよね。で、債権の格付けが低くなって、あるいはちゃんとお金を返してくれないかもしれないという評価が下されると、誰もそんな債権欲しくなくなるわけなんです。つまり、 債券の価格が低下する要因でもあるというのをこの問題では問われていないんですけれども必ず押さえてください債券の価格が下落するということは利回りにどういう影響を与えるのかが最後の問題なんですけれども債券の利回りの計算式は何でもそうなんですけれども投資金額分のつまり債券の価格分の1年当たりのリターンという式で求めることができるんですそうすると この分数式の分母の部分、つまり債券の価格が下落するということは、分数式の分母の金額が、あの、数字が小さくなると、分数式の値自体は大きくなりますから、つまり利回りが上昇する要因になると言えます。なので、利回りが高くなるというのが正解ですね。あの、こういう問題って時々試験に出るんですけれども、 連想ゲームのように解いて理屈をしっかり押さえておいていただきたいと思います。あとは為替の変動なんかも押さえていただきたいんですけれどもあの丸暗記するんじゃなくってきちんと冷静に理屈を追うとそんなに難しくない問題ですのでぜひ正解できるようになっていただきたいです。では続いて債券の最終利回りの計算式を答えてくださいという問題です。 債権のキャピタル損益を考慮した利回りって、あの応募者利回りと最終利回りと所有期間利回りがあるんですけれども、どれもその式の構造、意味合いとしては変わらないんです。なので、まあ、ここでは細かい用語について問われているんですけれども、あんまりその用語を覚える必要はなくてですね、まあ、きちんと計算式を組み立てて、答えを計算できるかどうかというのが試験では問われます。 でどうしても苦手な方についてはあの表をうっかり期間買ったということで表面利率足す売った金額引く買った金額を、えー、保有期間で割ったものを、えー、投資金額で割るみたいなちょっとややこしい式になってはいるんですが、まあ、というわけで、えー、ここの問題は、えー、表面利率足す、えー、最終利回りですので、えー、債券は、えー、最後100円で返ってきますから100円引く取得価格を 残存期間で割ったものを取得価格で割るとパーセント単位にするには100をかけるというのが最終的な答えになるかなと思いますでは続いて日経平均株価とトピックスの違いについてですあの日経平均株価とトピックスはそれぞれどちらも東証一部に上場している銘柄を元に算出される指標なんですけれども 日経平均株価は、東証に上場しているうちの225銘柄だけを対象にしてて、トピックスは全銘柄を対象にしているんだと思ってください。で、これはこの後の残っている問題にも関わってくるんですけれども、日経平均株価って日本で一番歴史が古い株価指数なんですよね。で もともとは日本にはその日経平均株価しかなかったんですけれども果たして日経平均株価が日本の経済の実態をきちんと反映しているのかっていう疑問が湧いたんですよというのも225銘柄しか採用してないわけですからなのでもっと経済の実態を反映した指標を作ろうよということで全銘柄を対象としたトピックスが作られたんだと思ってくださいそして 日経平均株価はどのような銘柄の値動きの影響を受けやすいのかという問題もここで問われているんですけれども日経平均株価ってイメージとしては株価100円の株と株価1万円の株があったとすると100円足す1万円割る2みたいな算出方法なんですめちゃくちゃ語弊がありますけどねそうすると100円の株が1%値上がっても指数に1円の影響しか与えないんですけれども 1>, 1万円の株が1%値上がると指数に100円のインパクトがあるわけですから当然表面的な株価が大きい銘柄の方が日経平均株価に大きな影響を与えることになるんですなので日経平均株価は株価が高い銘柄つまり値傘株の影響を受けやすい指数なんだという点も押さえておいてくださいでもこれもやっぱり日経平均株価が果たして その日本の正しい状況を反映しているのかという疑問を投げかけられた一つの要因であったりもするんですけれども株価っていうのは会社の1株当たりの価値ですから発行している株数によって株価は任意でその高くなったり低くなったりするんですよね。 で、さすがにそれも良くないだろうっていうことで、もうちょっと会社の本質的な価値に着目した指標を作った方がいいんじゃないのということで、当初株価指数については、会社の時価総額を重視した指標になっているんです。なので、これもちょっと語弊がある言い方なんですけれども、トピックスってどうやって計算するんですかっていうと、 時価総額が10億円の企業と、時価総額が100億円の企業があったら、10億たす100億イコール110億みたいな計算方法なので、トピックスについては、時価総額が大きい株の値動きを受けやすいと思っていただきたいんです。そういうわけで、トピックスは大型株の影響を受けやすいと覚えてください。では続いては、投資指標についてですね。 PER, PBR, ROE, 配当利回り、配当成功のそれぞれの計算式を答えてくださいという問題です。でまず PER とか PBR というのは、会社の株価がその会社の実力に対してどの程度評価されているのか、何倍の評価がされているのかというのを測る指標ですから、PER は株価割る1株あたりの純利益、PBR は 株価割る一株あたりの純資産という式で求めることができます。そして、ROE というのは、リターンオンエクイティの略で、つまり、リターンがエクイティの上にオンしているエクイティ分のリターン、つまり、自己資本分の当期純利益という式で求めることができます。ちなみに、ROE どうしても難しいなという方は、 あの、木端の図を応用した図で覚えることができるんですけれども、PBR÷PR=ROE イコール、e、になりますので、あの、まあ、厳密に言うと、純資産と自己資本ってちょっと概念が違うんですけれども、まあ、そういうふうに覚えてもいいのかもしれません。では続いて、配当利回りに行きましょう。配当利回りは利回りですから、投資金額に対する1年あたりのリターンのことを言うんだというのは、まずはピンと来ていただきたいんですけれども、 これは、株に投資すると、配当金でどれだけ1年あたりのリターンがあるのかという意味の指標です。なので、投資金額、つまり株価を、失礼しました。1株あたりの配当金を投資金額、つまり株価で割ることによって、配当、利回りを求めることができます。 では続いて最後、配当成功です。まあ、配当成功って3級レベルとしてはちょっと難しいかなと思うんですけれども、結構あの間違った選択肢の一つとして配当成功が用意されてたりするんですよね。まあ、これはあの株の配当って基本的には会社が生み出した利益を元に、それを株主に還元しようという趣旨のものなんですけれども、配当成功は その利益のうち、どれだけを株主に還元しているんですかという割合だと思ってください。つまり、一、えー、株当たりの純利益を、あ、失礼しました。えっと、一株当たりの配当金を、一、えー、株当たりの当期純利益で割ることによって求めることができますし、えー、答えとしては、配当金の総額を、えー、当期純利益で割ることによっても求めることができます。まあ、これはあの、発行済み株式総数を、 かけるかどうかということですので意味としては同じですね。では金融の最をいきましょう。相関係数です。相関係数というのは2つの銘柄の値動きの関係性をマイナス1からプラス1の値の範囲で表したものなんですけれども、えー、マイナス1の時には その2つの銘柄が全く逆の値動きをするということでプラス1の時には2つの銘柄が全く同じ値動きをするという部分をまずは必ず押さえておいてください。でこの問題はリスク軽減効果が最大になるのは資産がどのような値動きをするときなんですかと問われているんですけれどもそれは当然資産が真逆の値動きをするときです。 つまり相関係数で言うとマイナス1の時にリスクの軽減効果が最大になるんですでは逆にリスクの軽減効果がなくなるのはどの時なのか、えー、つまり2つの資産がどのような値動きをする時なのかと言いますとこれは2つの資産が全く同じ値動きをする時ですつまり相関係数で言うとプラス1の時にリスクの軽減効果はなくなるんですけれども2つの資産が全く同じ値動きをするということは 同じ銘柄の株を倍の数量を買うのと全く同じ意味になりますから、当然、投資の分散効果は得られないわけです。なので、相関係数がプラス1の時には、2つの資産が同じ値動きをして、リスクの軽減効果がなくなるんだと覚えてください。では続いて、不動産の問題に行きましょう。まずは、契約不適合責任ですね。 飼い主が売り主から買った物件について、その契約に適合しない箇所を見つけた場合には、契約不適合責任に基づく権利を行使することができるんですけれども、権利を行使するための条件があるんですね。それが、その契約に適合しない箇所を見つけた日から、どのくらいかの期間以内に、その事実を売り主に通知しなくてはいけないということなんですけれども、これは1年以内が正解です。 ちなみに、昔は1年以内に権利行使しなくちゃいけなかったんですけれども、最近ルールが変わりまして、契約不適合責任に基づく権利を行使したいんであれば、1年以内にその事実を通知してください。でも、権利の行使は1年経った後でもいいですよというルールになっているんだと思ってください。ただ、実際権利行使しようと思ったら、さっさと行使することにはなると思うんですけれども。では続いて、借地借家法なんですけれども、 事業用定期借地権の存続期間を答えてくださいという問題です。事業用定期借地権というのは、あの定期借地権のうちの一つなんですけれども、定期借地権って基本的に存続期間が50年以上でなくちゃいけないんです。ただ、事業用の建物を建てる際に、事業が50年も続くのかどうか、同じ場所で50年も事業を続ける経済合理性があるのかどうかっていうのは、さっぱりわかりませんから、 50年の契約期間を結ぶのって結構なリスクなんです。なので、一定の要件を満たせば事業用定期借地権ということで50年以下の,あの未満の契約期間を定めてもいいですよというルールになっているんですけれどもそういうわけで、えー、存続期間は10年以上50年未満という要件が設定されています。で、これは居住用の建物を建てることはできないんです。えー、なので 老人ホームにするために事業用定期借地権を設定しますというのはアウトなわけなんですね。それからこの契約は必ず厚生証書で結ばなくてはいけないという点も押さえておいてください。で借地借家法って普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権 物譲渡特約付き借地権、普通借家権、定期借家権ってあって、それぞれ契約方法が定められてたり、自由だったりするんですけれども、必ず公正証書で結ばなくてはいけないのは、事業用定期借地権だけですから、勘違いしないようにしてください。その他のものについては、例えば、あのえ普通の定期借地権とかですと、あの,じあの 公正証書などの書面ということで、必ずしも公正証書ではなくてもよかったりするんですけれども、事業用定期借地権については絶対公正証書じゃなきゃダメですよというルールになっています。では続いていきましょう。建築物の敷地が複数の防火規制が異なる地域にまたがっている場合、その地域の全てについて、どのような防火規制が適用されるかという問題なんですけれども、これは 規制が厳しい方のものが適用されると思ってください。まあ、つまり、え、例えば、え、敷地が100平方メートルだったとして、90平方メートル部分が、準純防火地域です。で、残りの10%が防火地域ですって言った場合に、ま、建物の、ま、ほ、あの、すみません、えー、と、敷地のほぼほぼ全ての部分が、 純防火地域なんですけれども、その10%っていう、ちょっとでも厳しい防火地域の規制にかかっているんであれば、敷地全体が防火地域の規制の適用を受けるということになるんだと思ってくださいあの。防火規制っていうのは、その人の命に関わるものですから、ちょっとでもやばそうと思うのであれば、全部についてきちんとしてくださいねということになっているんだというイメージで覚えていただければと思います。でちなみに、 ここで勘違いしやすいのがその敷地が2つの用途地域に分かれてた場合には用途地域っていうのはその敷地についてどのような建物を建てることができるのかというルールでこれは別に人の命に関係ありませんからちょっとでも少ない方を優先しようとかではなくって単純に敷地のうちそれが占める割合が多い方の規制を適用しましょうよというルールになっているんだと思ってください。 では続いて、区分所有法なんですけれども、区分所有建物の建て替え決議をするためには、区分所有者及び議決権のそれぞれどれくらい以上の多数の賛成が必要なのかという問題です。でこれは、あの、建て替え決議をしなくてはいけない、そういう議論をしなくてはいけないということは、結構事態が逼迫していることが考えられます。なので、 もう死の後の言わずに建物を建て替えましょうよということで死の5のという語呂合わせで5分の4以上と覚えていただければと思います。でちなみにあこれもしかしたら、えー、と最重要じゃないところで扱っているかもしれないんですけれどもあのできればあの建て替え決議だけではなくて規約の変更決議についても押さえておいていただきたいんです。 で、規約の変更決議については、それぞれ4分の3以上となっていますので、えー、できれば押さえておいてください。では、続いて相続の分野に行きましょう。えー、っと、まずは、法定相続分についてです。法定相続分は、配偶者と結族相続人がいる場合には、それぞれの関係によって、 法定相続文が変わってくるんですけれども、これは配偶者の法定相続文に問われているもついて問われている問題です。で、相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第一順位の血族相続人という組み合わせあ、つまり配偶者と子供という組み合わせであった場合には、配偶者の法定相続文はいくらになりますかという問題なんですが、これは2分の1ですね。そして、 血族相続人の順位が第2順位、第3順位と増えていくごとに、この2分の1という分子と分母に1ずつ数字が加算されていきますから、第2順位であった場合には3分の2、第3順位であった場合には4分の3となります。でこれどういうことかと言いますと、まあ、法定相続分というのは、まあ、財産を分けるときの目安だと思っていただきたいんですけれども、 被相続人が残した財産は、被相続人一人の力で残したんではなくって、相続人の協力があって残った部分もありますよねと。そして、じゃその被相続人の財産形成に、たくさん協力した人ほど、法定相続分を多くしましょうよというルールになっていると思っていただきたいんです。で配偶者と子供という組み合わせであれば、 どちらも過ごす時間は一緒くらいでしょうということで2分の1、2分の1になっているんですけれども結婚すると親とはちょっと疎遠になりますよねということで第2順位の血族相続人が相手なら配偶者相続人の取り分がちょっと増えて結婚すると、継帝姉妹と関わることはめったになくなりますよねということで第3順位の血族相続人の場合にはもっと配偶者の取り分が多くなるんだと思ってください。 では続いて第1順位の血族相続人が複数いる場合には各相続人の法定相続分はどのように計算しますかという問題なんですけれどもこれは別に第1順位の血族相続人に限った話ではないですね正解は相続人の頭数で安分することになります なので例えば相続人の組み合わせが配偶者と子供が3人とかであれば配偶,者相続人配偶者相続人の法定相続分はもう2分の1で確定です。で、血族相続人の法定相続分はみんなで全体で2分の1ということなんですけれどもこの2分の1を相続人が3人、血族相続人が3人いるんであれば3人仲良く分けましょうということでみんな6分の1ずつですねと。 もし子供が5人いるんであれば、この2分の1を5人で仲良く分けましょうということで、それぞれ10分の1ずつとなるわけです。でちなみに、えー、子供がいる場合に、実施と養子がいたとしても、法定相続分に違いはありません。また、えー、着室子と非着出子がいたとしても、それぞれ、えー、法定相続分に違いはありませんので、勘違いしないようにしてください。では続いて、えー 相続税の計算における基礎控除額の計算式を答えてくださいという問題です。これは3000万円足す600万円かける法定相続人の数ですね。でこの問題を見たときに、基礎控除って相続税の計算体系でいうと、どの部分の話なのかというのを頭に思い浮かべていただきたいんですけれども、 相続税の計算式は、まず亡くなった人が残した財産の金額を求めます。これは各相続人などの課税価格を合計するんですけれども、ここから基礎控除を引いて課税遺産総額を求めて、課税遺産総額をもとに相続税の総額を求めて、相続税の総額を各相続人等が安分した財産の価格に応じて分担する、えー、形でそれぞれに振り分けて、最終的にそれぞれの個別の事情を考慮して加減算して、 最終的な納付税額を計算しましょうと。ざっくりそういう流れになっているんですけれども、基礎控除というのは、亡くなった人が残した財産の金額から引いて、課税遺産総額、つまり相続税がかかる元ととなる金額を求めるための制度なんですけれども、亡くなった人が残した財産って、先ほども同じような話しましたけれども、亡くなった人一人の力で残したのではないですよねと。 でその金額の中には相続人たちが貢献した分もありますよねと。なので税金払う相続人たちにとっては自分たちが財産の維持増加に貢献した分についてまで税金かけられると困るわけです。なので自分たちが貢献した分については税金かけないでくださいというルールになっていてそれがまさに基礎控除なんです。 じゃあ相続人たちが貢献した金額っていくらなんですかというのを個別に計算するっていうのは大変骨が折れるのでもうみんな一律で3000万円足す600万円かける法定相続人の数と決めましょうと多くても少なくても文句言わせませんよという制度になっているんだと思ってくださいではでは次の問題に行きましょう上場株式の相続税評価額はどのようにして求めますかということなんですけれどもこれはえっと 表現が難しいな。答え見ちゃおう。<laughs> えっと、課税、あ、こんな風に表現してるんですねあ。でも、課税価格が属する月以前3ヶ月間の各月の終わり値の平均と、えー、亡くなった時の終わり値のうち、えー、最も低い価格っていうのが、えー、一番簡潔な表現方法ですかね。まあ、ただ、あの、 表現方法について問われることはありませんので、えー、亡くなった日の時価と、亡くなった月の時価と、えー、前月の時価と前々月の時価、えー、4つのうち最も低い価格を採用するんだと思っていただければと思います。で、あの、どうしてこういうルールになっているのかと言いますと、まあ、相続税評価っていうのは基本的に、えー、亡くなった時の時価で評価するんですけれども、株って結構値動きがあるんですよね。なので、 なくなった時にたまたま株価が大きく値上がってたりあるいは大きく値下がってたりすると不公平感が生まれるんですよなのである程度評価の時期に幅を持たせて一番有利な金額を選ぶことにすればみんな文句を言いませんよねというような制度設計になっているんだと思ってくださいではでは最後に行きましょう小規模宅地の評価源の特例の適用を受けた場合には 特定居住用宅地と特定事業用宅地、それぞれ何平方メートルまで何の評価減を受けることができるかという問題です。で特定居住用宅地等については330平方メートルまでです。まあ、畳で言うと100坪ですね。そして特定とつく部分にものについては80%評価減を受けることができますから、 特定居住用宅地等については80%評価減を受けることができます。そして特定事業用宅地等については400平方メートルまでです。これも特定とついてますから80%の評価減の適用を受けることができます。ちなみに貸付事業用宅地等についても覚えておいていただきたいんですけれども貸付事業用宅地等については200平方メートルまで 50%の評価減の適用を受けることができますというわけで今回の動画は以上になります最後にちょっと宣伝なんですけれどもおそらくこの動画をご視聴いただいているということはある程度次回の試験については目処がついていらっしゃる方だと思いますので えー、次回の9月試験はきっと合格するだろうと、まあ、決して油断していただきたくないんですけれどもそういう前提でお話ししますとせっかく3級の勉強をされたんですから是非2級にステップアップしていただきたいなと思っていますそして「お金の寺子屋」では2級の論点も全て無料で学ぶことができますので是非ご利用くださいそしてもしよければ動画に連動する公式テキストをご用意していますので買っていただければとても嬉しいです えということで宣伝終わりです、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。